今日誕生日です。どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。はい、ということで私昨日、今日誕生日です。31歳になりました。今日はこちらのスーツ姿でシングルス対決をしていきたいと思います。で、実はですね、この中スグラクシャツって言ってヨネックスさんのシャツになります。このネクタイと上は違うんですけど、こちらヨネックスさんになりまして、まあオフィスとかね、まあ、テニスする用ではないと思うんですけど、まあどこでも使えるような、まあ、会議とか仕事とか、まあね、学校の先生とか着れるような、はい、非常に着やすいワイシャツチックなものになっております。面白いのがね、ボタンのように見せかけてボタンじゃないっていう、ね、上の部分だけなんですね、ボタンは。そちらに今日はネクタイを巻いて、まあ、こちらでやっていきたいと思います。はい、下は普通のヨネックスのウォーマーになります。これ結構いいんだよ。生地がね、あのなんかユニフォームの質感で、なおかつ見た目がワイシャツみたいなちょっときちっとした感じなんで、めちゃくちゃ着心地がいいです。普段でも着れそうな。あゆたろうチャンネル。はい、アップも完了したんで今からシングルスしていきたいと思います。あのね、今ね日が沈むのが早いので、めちゃくちゃちょっと暗い状況ですが、まあご了承ください。
カメラ閉まってくるから。ゆうたろうチャンネル。はい、ということで、ヨネックスのこのシャツはすごいいいっていう動画でした。ちょっと雨がすごいわ。はい、これオンラインショップの方でね売ってるらしいので、ぜひぜひ皆さん購入してみてください。数量限定らしいので。お早めにお願いします。じゃあまた、風邪ひかないように皆さん。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して